社長、うん、質問してます。ちょっと橋口くんに1個質問していいですか？どうぞ。 YouTube 始めてからさ、独立起業したいみたいなワードの漠然とした質問がやっぱ多いやんか。多いっすね。で、逆に橋口くんは今27歳の目線から見てどう考えて今の決断をして歩んでいってんの？なんか僕そもそも動画編集めっちゃやりたかったわけではないんですけど、うん、そうやんな。はい、そうだから、なんかどちらかというとそれがドンピシャでやりたかったからやり始めたわけではなくて、自分の足りてない実力を補うために今社会で必要とされる仕事って何やろっていうふうに考えて、まず自分が必要とされる人間になることから始めていったような気がするんやんか。確かに。そういうふうに考えた方がいいんじゃないかなっていう意見を橋口くんから聞けると思って言おうと思ってましたよ。この質問を橋口くんにしてんけど、言おうと思ってましたよ。なんかやっぱりまだちょっとそこまでチャンスよ、チャンス。いや、言おうとしてたんです。いや、チャンスみたいです。いや、社長ほんま話しとる得意や。じゃあ補足は、補足どうぞ。なしということ、ありがとうございます。